こんにちは、初心者からのウクレレチャレンジ奮闘日記、ウクレイチャンネル後藤綾子です。今日は、2回目の動画になるので、コードをちょっとだけ練習 して、曲がちょっとずつ弾けるようになったらいいなと思っています。その最初の曲としてはハッピーバースデーを、選んでみました。っていうのも、まあ3つだけでコードが弾けるので一番、まあ、簡単かなと思ったのと、あとその後少しずつアレンジをしていくことで1曲をこうちょっとずつステップアップしていける感じにできるかなと思ったので、ハッピーバースデーの曲を選びました。ではまず、ウクレレを練習する前に、チューニングをしてからやります。まずこうクリップタイプの挟むものをして、そしたらこう一番上から合わせてみるとはソの音で G って出てくるので G の真ん中になるように、この後ろのペグっていうところで弦を巻き取ったりこう緩めたりして音を調節します。次がドの音なので C ですね。 C の音のチューナーによっても記載が違うと思うんですけど、私のはこう真ん中にグリーンのラインが立つので、横だとちょっとずれてる、真ん中の緑になると正しいっていうことなので、その緑になるように合わせていきます。でこう上の2本と下の2本と巻き取る向きが違うので、これで準備ができたので、ここからコードを練習するんですけど、一番最初に覚えるコードとしては、3つ、ちょっと今日は書いてみました。 C と F と G7 です。はい、でこれを、合わせて練習をしていくんですけれども、ちょっとさっきのところでメモしてもらったらいいかな、ノートとかにね。そうするとこう自分で書いてみると結構覚えるのも早かったりするかなと思うので、もしよかったら書いてみて、そうですね。で C はこの 1,2,3 個目のところを一番下の弦を1個押さえるだけなので、薬指で押さえて弾くのは弦の、このここからここのこうつながっているところですね。それの真ん中ら辺だと、私のだとこのぐらいのあたりなので、ここで弾くと一番弦が中心で振動するので音が優しい感じで弾ける場所です。なので押さえて、あ、いい感じ。C ですね。ドミソの和音ですね。はい。その次が F が一番最初のマスの下から2番目と、一番上の弦の2マス目ですねを押さえて、ちょっとビリーって音したの分かります？私もこれなかなか、あ、今度は大丈夫。でさっき C の時はこう弾いてたんですけど、 F になると2本の指になるので、こうちょっと指をこうグッと手首を肘ごと上げる感じですかね。とすると他の弦に当たりにくくなって、他の弦に指が触れちゃうとなんか音が鳴らなかったり、ビヨーンってなんか変なビリビリってっていう音がね鳴ったりとかするんですけど、こうちょっと指を立てる感じにして手首もこう前に押し出すような感じ、こうするとうまくいくですね。これが F、ファラドですね。そして、G7 が、3つ押さえるんですけど、人差し指で一番端っこのところを、下から2番目と薬指で
2マス目一番下の弦、中指で下から3番目の弦ですね。これもちょっとこうギュッとやる感じですけど、 F の時はもう1個4本目の一番上の弦だったのでこうですけど、次2本この中指と薬指が同じマスのとこにあるので、ちょっとこう横に出る感じなイメージですかね。またちょっとビビって言ってますけど、こんな感じかな。あ、大丈夫、の3種類 CFG7 を、練習をする感じで、 CFG7C ですね。これをハッピーバースデーに合わせると、こんな感じ。図説明すると、C と F と、G7 のところにこう1つの丸と斜めの2点と、3点の三角形で書いてみたんですけれども、これは私のイメージです。なんかこう一つで押さえて、なんか C はちょっと赤い感じがしたので C は赤 で F はグリーンなイメージなので、まあ2本の、ね、指でこう斜めに合わせる感じ、そして G7 は3点で合わせる感じ、まあ、ブルーでね書いてみました。なんかこうご自身でも自分になんかこう分かりやすい記号みたいな風に書いておくと、なんかこうイメージしやすいかもしれないですよね。スクショしていただいたり、書いたりちょっとしてみると、手元にある方がね練習しやすいと思うので、で C 最初ハッピーバースデートゥーユーがまあワンフレーズだとすると CCG7 ですね。になると G7C って動いていくので、G7 がここですね。だからワンフレーズの最後と次はつながってるわけですよね。ハッピー、またビリビリってますね。ハッピーバースデートゥーユー。 C と G7 を、まあ、行って帰って感じですね。で次3フレーズ目がハッピーバースデーディアまるまるちゃんですけど、そこで初めて F が1個だけ入ってきます。ハッピーバースデーディアまるまるちゃんですね。そして最後のフレーズがハッピーバースデートゥーユー。 C と G7 と C ですね。 F はだからさっきの3フレーズの最後のところだけですね。あとは C と G7 の2つだけ。これを、ちょっとスムーズに弾けるように練習をします。ビバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーこれを、コントのアップまでにはもうちょっとスムーズに弾けるように、繰り返し練習したいと思います。このこっちの手は C の時にはまあ普通に持てるしですよね。で、F の時は2点になるからこうちょっと手首が上に上がる、この手首が天井に向かって上がる感じになるし、 G の時にはこうちょっと横に
向く感じに肘から上がるっていうんですかね、横にっていう感じなんですけど、じゃあこっちはどうかっていうと、私の場合膝に置いちゃうとちょっとだいぶ高さができちゃうので、こう胸の前ぐらいがいい感じかなと思いました。で、肘のこの先、ここのところで、胸と肘のこの先のところで、支え、挟んで支えて、で弦を引くところがここの、まあ、起点、ここですよね。ここからここまでのちょうど中間というと、このネックがついてるあたりが中間みたいですので、まあ、ギターとかだとこの辺が弾く場所みたいですけど、ウクレレの場合はほとんどがここみたいですね、この辺りですね。なので私のもちょうど真ん中がこの辺りなので、この辺り弾くと柔らかい音になるから、やっぱりこの辺りをね弾く感じになるんですけど、じゃあここで支えてここで弾くんだけれども、この手はどうしようってなった時に、この手はここに支えましょうっていうのもあれば、ここに指一点置いときましょうっていうのもあれば、フリーでやりましょうっていうのもある感じでしたね、調べてみると。で、私のそうですね、どうしようかなと思ったんですけど、やっぱり最初の癖ってね、なかなか抜けなかったりするので、結構最初ってね重要かなと思うんですけど、ここで支えちゃうと確かに、ね、こう楽なんですよね、持つのに。だから楽なんだけど、そうすると確かに動けなくなっちゃうし、こう急に何かって対応にはしにくくなるかなっていうイメージがあったので、じゃあフリーか一点で支えるってことにきっと今後はなっていくかな。全部じゃらーんって弾くときにはきっとフリーだし、アルペジオみたいにこうポロポロ一本ずつ弦をね弾いていくことになるときには、やっぱりここを支えがいるようになると思うので、そうすると最初はじゃらーんなので、じゃらーんでこうどこにも手を置かずに、まあこっちはグーみたいなイメージですかね。で親指だけで、親指の腹だけで、まあ上から下の音を鳴らすっていうことに、練習していこうと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。初心者からのウクレレチャレンジ奮闘日記、ウクレイチャンネル後藤綾子でした。ありがとうございました。